未来の敷島の開拓用のなぜ過去の地球に現う。未来の敷島の惑星を開拓する計画。開拓用の大型重機が怪獣の正体。なぜ過去の地球に現れたのだろう。森村も恵みもあんなのと戦うつもりなの。四季島は四季島のち戦時戦後四季うさみちゃん、そういえばケーキの美味しそうな喫茶店見つけたな。今日の帰りどうかな。それ行く前に同じこと言ってた。なんか今日は朝から変だよ。未来の廃墟へ行ったの本当に覚えてないの？それ朝も聞いてたけど、そんなお店知らないよ。何のお店？そうよ、地下に降りるとき美和子すごく怖がってたじゃない。覚えてるでしょ。食品売り場？いや、違う。あの廃墟にいたのを美和子は覚えていない。いや、覚えていないというか、向こうに行ったのがまるでなかったように記憶をねじ曲げられている。私たちは数日間学校を休んでたはずだけど、美和子は学校に来ていたつもりでいる。
本当にこれは、あの地下のコンピューターが？あんたが覚えててくれてよかった。美和子にとっては、あの遭難自体がなかったことになってるし、東雲先輩なんて私の顔すら覚えてないのよ。管理されてるって関ヶ原が言ってたのはそれか。あの話が本当ならこの人たちもみんな管理されてるってこと？私のママや町の人も管理されてて、どこかに隠されているのかも。あの地下のコンピューターならきっとその答えを持ってる。あそこに戻るわ。な、ダメだダメだ。ドロイドがうろうろしてたろ。うまく隠れるよ。アホタレ死ぬぞ。そもそもどうやって行く気だ？使えばあの時代に行ける。おめえ使えんのか？むむ、森村は協力しないだろうし、東雲先輩はなんか警戒した目で見てたもんな。そうだ、関ヶ原くんよ。彼を見つけ出して。落ち着けよ。よく考えろ。あの地下の機械が危険なものならどうする？それに次また遭難したら戻れる保証はねえぜ。確かにあんたの言う通りなんだけどさ、よく考えた方がいいんだろうけど。ところであんた、なんでそんなに反対なのよ。あ、もしかして私のことそんなに心配？実はすっごく大事とか？バカ野郎、おめえが死ぬのは勝手だが、死んだら相談受けた俺が気分悪いだろ。なんだ、こうして何か起こるまで待ってろっての？仕方ねえ、一緒に考えてやるから。ともかく早まんな。てめえ大型、こんなところで奇遇だな。ここで決着つけるぞ。こら、ちょっとまた喧嘩やめなさいよ。バカ、あっち行ってろ。なんだこいつは、まさかこのチビおめえのスケか？
小学生かと思ったぜ。趣味の悪いやつだ。なんだとこら、もっぺん言ってみろよ。あ？やめなさい。まだまだ足りねえぞ、この野郎。電車来たし。勝手にやってろ。やっぱりこのまま待ってられない。何が一緒に考えてやるよ。もうバカ。はあ、今日も収穫なしかな。ここにゲートがあるはずなのに、あの時のこと夢だったのかな。うん、いかんいかん、自分を疑っちゃおしまいよ。さあ今日も調査よ。戻ってきた時ゲートがあったのはここだった。ここから向こうへ行けるはずと思うんだけど、どうすればゲートが現れるの？スイッチとかあったりしないかな。スイッチとか、1985年だ。何をすべきか分かったかい？この目で見てなきゃ正気を疑う話だな。突拍子もなくて頭が破裂しそうだ。先に帰って休んでていいよ。大木野、心配するな、逃げたりしない。森村千尋に見つからないようゲートに細工して痕跡を消していく。戻ってる。見たわよ。ついに手がかり見つけたわ。で、あんたゲート使えるんだ。君は？キサラギトミ。あんたは森村に見つかるとまずい沖野くんでしょ？ちょっと付き合ってもらえないかな。もらえるよね？行くか。よし。あれから黒服の監視付きだ。このままだと本当に連れて行かれそうだな。
テレビの中の稲葉美雪が言うように壁はあった。この世界各ゆきちゃん夢夢の中で俺は伊田哲也と名のすな俺と愛夢のなドロイドと自分どんな稲葉未来だ実際彼女は俺を監視する政府組織の一員それで俺に近づいたのかゆきちゃんいや待て近づいたのは俺の方だ彼女は俺を監視するんだろむしろチャンスじゃないか彼女はミステリアスでそれもありだなあシュウ君助けておい彼に私の存在が知られてしまった私は排除される排除待ってくれ排除ってなんだよもうわからないことだらけだちゃんと説明してくれ分かってるでも無理にアクセスしてるから接続は長くは持たない待ってくれはいもうわからちゃんと分かってても無理接続その彼ってのはもしかして伊田哲也かそうよなぜ君を私が君たちを助けるから彼はやはり箱舟計画をリセットする気だったリセット？それってどうなるんだ世界は怪獣によって滅ぼされる箱舟計画をリセットする気だったそうなると何もかも消える彼らが一度したようにもう一度最初からやり直す気なのリセットは君たちの消滅を意味する今度は怪獣だって君はもう見てるああまさか夢で見たあれあの怪獣と戦うために騎兵は作られた君のいる世界を守るために今度は君はまさかあのか君の世界って外壁の外は宇宙でここは巨大な宇宙船なんだろ何が目的で俺たちを騙してるんだユニバーサルコントロールというその町の地下にあるコンピューターがその時代の日本だと思わせてきたなんでそこでの生活をしやすくするためか君たちを管理しやすくするためかその理由は私もわからない君はなぜ俺たちを助けようとするまだ私が誰かわからない君とは夢で何度も会ってるはず君はなまだは君と君は稲葉美雪だろそうだけどそうじゃない稲葉美雪は仮の姿君は知ってるはずよもう一度よく考えて君はユキちゃん？違う。私はユキちゃんじゃない。シュウ君、本当にわからない。夢で会ったことがあるはずよ。もう一度よく考えて。そうか。あの歌、夢で。君は、まさか。
気がついた。ユニバーサルコントロールの探査を回避するため、歌でこの世界に侵入したの。キソラギ、私よ。この世界とは別の世界のキサラギトミ。今の私はコンピューター上のデータだけど、だからこそ君たちを助けられる。いけない、セクター3のターミナルに入った。助けてシュウ君。このままでは私消去される。まさか伊田哲也なの？それはちょっと無理があるかな、シュウ君。あまり時間がないの。もう一度よく考えて。本当の名前なんて言われてもな。伊田哲也じゃないのか？シュウ君、歌を思い出して。君はなぜまだは君とは。そう、君はやっとユニバー探査歌で私この世界。今のはコンピューターからこだからこそ君たちを助けられる。いけない、セクター3のターミナルに入った。助けてシュウ君。このままでは私消去される。どうすればいい？今の私はコンピューター上のデータだけど、いけない、彼が外壁の中に、外壁の中に騎兵を隠し。おい、待てよ、途中で困るよ。行ってどうにかなるのか？相当ヤバそうな匂いがするぞ。いやいや、女の子の頼みだぜ。逃げるのは俺の主義に反する。ともかくあそこへ行ってみよう。彼女は外壁の外からテレビを介して俺に連絡を取ってる。彼女は夢の中のキサラギトミ、機械の意識だけのキサラギトミだ。
妙な真似をすると撃つ。妙な真似をすると撃つ。東雲涼子先輩、鍵かかってるのにどうやって？壊した。その銃で？君を張っていた黒服も眠らせた。そうか、公園であいつといたよな。先輩も政府機関の？そうよ。それで俺に何か用ですか？君の騎兵がいる。騎兵？呼んで。そんなこと俺にできるの？知らないよ。先輩ごめん、俺今それどころじゃなくて、私に撃たせたいの。伊田を止めなきゃならないんだ。あれ、どうやら目的地は同じようね。トンネルの先。さあ、そこに騎兵が隠してあると思うんだけど。あの騎兵、何百トンもある騎兵が飛ぶなんて。でも一番驚いたのは、乗っても平気な君。騎兵に乗れば私のようになる。動かせない。え、先輩の怪我って騎兵が原因？やっぱり行くのはやめよっか。今さら。嘘嘘、行くよ。女の子が困ってる。行き先は先輩が知ってるんだよね。解析済みのターミナルは2つ、セクター1とセクター3。そのうち中に入れるのはセクター3のターミナル。よくわからないな。先生は私の代わりに高宮さんを連れて行った。ユキちゃん、なんでユキちゃんを？ターミナルにアクセスするのに私たちの生体 ID が必要なの。先生がゲートをロックしたから、今行けるのは転移可能な騎兵だけ。この先だ。大丈夫？待って。ここは何なの？宇宙船の外壁。宇宙船？何それ？あれ？そうか、そこは分かんないのか。説明が難しいな。トンネルの中に
こんな施設があるなんて。ともかくあったのさ。それより騎兵を探そう。どうすりゃいい？どうするって？騎兵を起動して。どうやって？前はどうやったの？それが勝手に出てきてさ。あなたの体のどこかに騎兵の起動マーカーがない？マーカー？ナノマシンを打ち込まれた場所。コードが追加されたなら、そこがスイッチになるはず。あ、撃たれた。撃たれたよ。確かこの辺り。それをスライドさせて機能させるの。やってみる。
ユキ止まれ。それ以上近づけばこの女を撃つ。網口柊の騎兵で来たのか。私が高宮君を選んだせいかな。君のそういう感情にはほとほと困りは。そうじゃないわ、伊田先生。な、そうか、やっぱりあんたが。そう、やっぱり。関係ない。俺が彼女を救い出す。稲葉美雪が助けを求めてきた。伊田哲也をどうにかしないと彼女は消される。そう、やっぱあんたが伊田哲也か。知ってるぜ、あんたの過去をいろいろとね。厄介だな。彼女はまだ記憶の移植を続けていたとは。私も君のことは誰より知っているよ。赤ん坊の君をセクター4に隠したのは私だからね。赤ん坊の俺？それで君は網口家の子供になった。それじゃあ俺は私と同じ遺伝子を持つ伊田哲也だ。は？おい待てよ。すぐに済む。おとなしくしていたのね。待て、すぐにおとなしく。ユキちゃんは関係ないだろ。離せよ。コンピューターにアクセスするには彼女の ID が必要なんだ。だがこれは君の責任でもある。今までずっと君の ID を借りていたんだが、君が騎兵にアクセスしたため権限が君。ユキちゃん大丈夫、俺が必ず助ける。網口。高宮ユキに好意を寄せているのか。そうだよ、好きだ。同じ遺伝子でも育成環境の違いでこうも違うのは面白い。だけど君たちは何もできない。稲葉美雪。伊田君、ようやく捕まえた。歌で君だとすぐに分かったよ。これでも君の一番の思い直して。伊田君、二人のためにやり直す必要がある。間違ってる。間違ってるのは君の方だ。ここはもう手遅れで。どうせそれともあったとしても今の君には教えられない。そうか、稲葉美雪は俺の ID だけわかると言っていたが、あいつを追いかけていたんだ。やめろ、彼女は消させないぞ。消す？よしてくれ。私は如月富を愛している。
そんな乱暴はしないよ。もう邪魔できないように黙ってもらう。通信を遮断しても私は諦めない。通信の遮断は必要ない。どこにいようと今の君は騎兵の19番までの命令権限は今私にある。まさか。待って、井戸くん。私がいるのは衛星軌道にある宇宙船のコンピューター。ここからならよくわかるの。あなたたちのいるエリアが、そして次のリセットでエリア全体が再建される。そう、そして君と私もね。違うのよ。命令、非常事態行動。16番騎兵、緊急停止。ダメ。ニノバ！てめえ。彼女には最後まで眠っていてもらう。問題は解決した。もうここに用はない。我々はセクター4に戻るが、網口柊、同行願おう。そして君もだ、東雲君。来なさい。君には私が必要だ。おい。それでいい。撤収準備だ。機材を集めろ。あの日の地下研究所であんたが何を決めたか俺は知ってる。如月を都合よく作り直すためだ。いいだ、俺とあんたが同じだって。全然違うね。俺は女の子を道具にしたりしない。こいつ、抵抗をやめろ。動かないで。貴様、網口くん、今のうち。ああ、ユキちゃん、怪我はない？網口、東雲。困った子だ。君も。網口！高宮君、網口を死なせたくないならこちらに来るんだ。この野郎。ダメだ、ユキちゃん。機材を早く。はっ。何？逃げた。転移したのか、ユキ。
ここまではいいとして、それじゃあこうだ。はあ、ダメか。おい、もっと真面目にやれ。じゃああんたがやれよ。落ち着け、彼はよ。ボスが戻る、取り残された現状、帰るまではお互い。あんたらほん、この装置を特別な子供たちだ。だが努力は。貴様が乗ってきた元の時代に。さあな、時間を超える操作は先輩がやったんだ。俺はあいつを飛ばす帰り方なんてし。あんたのここがどういう。これは未来人の、我々の時代よりずっと前から近い。分かっていなかったよ。ほら、どいたどいた。家のマイコンとシックシ、イナバ、ユキちゃん、どうすりゃい。な、コンソールが消えた。成功したのか。違う、勝手に。ミナミ、アミグチ君、データユニット、うん、MIB。 意識が戻ったわね。ここがどこかわかる。質問に答えて、シノノメ。さん、今は何年？1985年。最後に何を覚えてる？426に逃げられた。次は必ず捕まえる。そう、分かったわ。体の具合、頭が痛い。体の具合はどう？頭が痛い。精密検査をした方がいいわ。単なる時間余裕。神経に負荷がかかってる。転移は控えるべきね。薬持ってるわね。ちゃんと飲みなさい。ひどいよね。すぐに薬を飲んで。監視映像。そうだ、何か重要な情報を見た。覚えてない。もう一度確認した方がいい。2105年の敷島の地下施設だった。行かなければゲートに。
少しは楽になるはず。頭痛がひどくなったら飲みなさい。少し強い薬だから、副作用で一時的な気、安心して。なぜ時間移動が無理なの？何者かにゲートを封じられた。調べてる最中よ。ゲートの封鎖、そんな真似ができるのはおそらくあいつだけ。ゲートを設置した426だけだ。過去に閉じ込められたわけね。ゲートが使えないのは私を自由にしないための嘘だとしたら、ゲートが私、世界4、426はきっと誰かと接して記号者ぜ、もちろんこの時代のに検討し検討すやつを片生徒に分かった。机の全員で学校に、できるだけ早く修復しておくわ。彼の情報が、40年単位で固定さ、転移の時間座標は40年単位で固定されている。されている。自由自在の時間旅行ではない。やはりダメか。どこへ行くの？森村。ゲートにはロックをかけている。使えないわ。やはり使えなくしていたのは426じゃなくあなただったわけだ。痩せ我慢せず薬を飲みなさい。頭を狂わせる洗脳の薬なんか飲まない。誰がそんな話を。私がこの目で見た。冬坂伊織も私もおかしくするつもりだ。悪化してるわ。2064年の事件で混入したコードは頭の中のナノマシンを剥離させる。要するに記憶が消えていくの。あなたが飲んでいる薬はナノマシンの剥離を抑制し結合を維持するためのものよ。でもだんだん効果が出にくくなってる。あなたの話なんて信じない。ゴーとレンヤはどうしたの？まさか彼にも何かしてるんじゃ。事件の犯人はあなたなの。
426の作ったコードをあなたが混入させたことは判明してる。そんな嘘で。本当だ。コード、あなたやっぱり森村とグルだったの。何度も真実を話してきたが、君はそれを認められず、そしてその記憶を失う。嘘よ。薬で私をおかしくした。思い出してくれ。騎兵の暴走を招くコード DD426 を君が関ヶ原に仕掛けた。嘘だ。プログラムの欠陥があり、本来のその修正書。欠陥？改善されれば。だが、森村さんは処置。なぜ？きっと今のままで。どうして彼女はいつも伊田先生に反対するの？君のようにも、君にもちろん森村さん驚かせてやろう。このコードを騎兵。わかりました、やってみます。騎兵の強化か。涼子さん、伊田のやつと何を話してたんだ？君には関係ないでしょ。近所に住んでるだけのガキだもんな。A 君。第四波の反応があった。出撃しろってさ。426は14番に。いや、 DD426 を A 君の15番騎兵にセット。伊田先生は正しいのよ。教えてあげる、思い出せたかい？君が転移で行方不保護するのに時間がかかってね。見つけた時は投薬で何とかとどめてはいる。記憶の崩壊は始まっていた。あなたにはナノマシンで記憶の補強を試みた。でもうまくいかない。君を自由にさせてみたのも記憶が安定するのを期待してのことなんだ。だけど
記憶が欠落していくあなたの認識は現実から離れていくばかり。それでも思い出してもらわなきゃならない。騎兵の汚染を解除で、君しかパスワードを知らない。時間がない、教えてくれ。やめて。目が覚めた。あなたは誰？よく思い出してみてくれ。 A 君？そう、私、自分の名前が出てこない。東雲涼子。私の名前、そんな名前だっけ？あ、そうだ、探さなきゃ。何を探すんだっけ？思い出せない。もういいんだ、探さなくていいんだ、涼子さん。それより気分はどうかな？そうね、なんだか心地いい。すっきりした穏やかな気分。やはり無…記憶屋に結びついていたナノマシンが剥離して、ほとんど記憶が残っていない。彼女に移植した記憶はどういうものなんだ？あなたたちは騎兵やゲートの操作を学ぶため学習装置を使ったでしょ。学習中の事故に備え記憶がバックアップされる。事件が起こる前の彼女の記憶か。全てじゃないわ。バックアップは学習に関与する部分だけ。騎兵を動かした思い出だけだというのか、涼子さん。騎兵の汚染を解除するパスワードは？彼女の記憶から消えてしまったようね。騎兵計画は中止よ。防衛戦を諦めるのですか？まだ騎兵を使う方法が。残念だけど、これ以上汚染の作用にさらせば命の保証がない。呆れたな、ゴート。まだ利用する気でいるのか？彼女を騎兵に乗せる。ダメダメだよ、A 君。14番騎兵は先生が私のために用意してくれた私の騎兵。涼子さん。誰にも渡さない。Thank you.